発禁とは発行禁止処分または発売反復禁止処分の略称であるとともに両者の総称である。本校では略称の発禁に統一して記述する。発行禁止処分または発売反復禁止処分は発行、発売、反復された出版物、音楽、映画などの表現物の内容に不都合がある場合にその発行、発売、 反復を禁止する処分である。無償反復のものも対象となる。どのような内容の表現物が発禁とされるかは、時代や地域によって異なる。戦前の日本においては、雑誌ならば、該当号、単行本ならばその書籍のみの発売や反復を禁止対象とする、発売反復禁止処分と、雑誌や新聞の以後の号の発行をすべて禁じる、発行禁止処分があり、 それぞれ根拠法上をことにしていたが、しばしば混同されている。国立国会図書館では、旧帝国図書館時代に所蔵していたンン、白金本と終戦後米軍が内務省から接収しその後、返還された、白金本とを所蔵している。1998年のアカデミー賞を受賞した、アメリカ映画、クンドゥンは、ダライラマ十四世の半世を描いたものであるとして、 中華人民共和国で上映及び公開禁止となっている。中国国内の経済格差という社会問題に触れた名室北京は中国政府の掲げる社会テーマと一致しないという理由で中国映画審査機構より上映禁止となり名室北京からリンゴと海大映画審査機構による5回の審査を受ける。2007年の 第57回ベルリン国際映画祭への出品に当たり、北京市の不衛生な長風景と、天安門広場及び、中華人民共和国の国旗など、中国イメージの代替的な低下につながるシーンについて、当局から削除が命じられている。現在の日本では、日本国憲法を第21条において検閲が禁止されているため、法制度上の発禁は原則存在しない。 したがって、出版等が禁止されるのは、私人間の民事訴訟において、裁判所の判決、または仮処分により出版等の定めが命じられる場合に限られる。民事訴訟において、人権侵害や著作権の侵害が認定された場合は、販売定めが命じられ、これを俗に発売禁止ということもある。 梅原北名の雑誌、グロテスクの発禁を伝える死亡広告警視庁、検閲課による、検閲の様子戦前及び、戦中の日本においては、新聞紙発行条目、出版条例、残暴率、出版条例、新聞紙条例、出版法、新聞紙法、映画法、治安警察法、工業上及び工業取締規則などに基づき、検閲が行われた。 戦前戦中の検閲で、発禁処分を受けたものの中では、思想的に危険視されたもの、性描写に関するものなどがあった。これらは、それぞれ、安寧秩序便乱風俗回覧とに分類された。根拠法は、出版法、新聞紙法。このほか一枚すり以上の私歴、姿勢の呪術者が発行する守り札も印刷物として、検閲の対象となった。 根拠法は、大乗官たち第307号。風俗回覧による禁止のみは、地方長官の手に委ねられたが、安寧秩序便乱等はすべて内務省の内務大臣の名義で行われた。発売反布禁止処分が、行政処分であるのに対して、発行禁止は、司法処分であった。検閲が進んでくると、出版側が、正規の検閲前に所管官庁に、 現行の点検を依頼することも行われるようになり、これを受けて、法律上の根拠はないものの、注意処分、次番改定処分、削除処分、分割還付等の法外処分が行われることもあった。日本における、出版法でのレコードでの発禁第1号は、松井スマコ、今度生まれたらと言われている。これは、歌詞中の、河合、女子と死んで暮らそう。 の部分が歪説とみなされたためである。大東亜戦争敗戦後の非占領期の日本においては、連合国軍最高司令官総司令部は、プレスコードなどを発して、民間検閲主体による検閲を実行し、連合国や占領政策に対する批判、連合国軍の犯罪、日本を肯定するものなどに対し発禁処分などにした。ありがとうございます。